皆さんこんにちは、ミニマルです。私の愛用している片手デバイスツアーボックスにライトユーザー向けの新製品が出ました。それがこちら、ツアーボックスライトです。お絵かきを効率的に補助してくれるとても大事な片手デバイスであるツアーボックスは、手に馴染みやすい形とショートカットキーのカスタマイズの自由度により、かなり他社製品よりも抜きんでた存在と言えます。気になる人はぜひ動画をご覧くださいね。早速紹介したいですが、どこが気になるかというと、まず値段です。私の使っているツアーボックスエリートはフラグシップモデルということもあり、お値段も結構張ります。以前にもこちらは動画レビューしました。とても良い製品で、私は絵を描くときにこれがないととても困るくらい左手の一部と化しているわけですが、やはり一番のネックは値段でした。約4万円弱の価格はなかなか気軽に出せる値段じゃないと私も思います。ここで二の足を踏んでいる人も多いかも。そこでこちらのツアーボックスライト、もう早速価格を見せますが、なんと 13,413 円です。エリートの3分の1くらいの値段、めっちゃ安い。これはかなり良いですね。コスパ面で躊躇していた人にはこれで問題がなくなりました。さて、もちろん言いたいことはわかります。次にあなたが気になるのは性能ですよね。値段が安くなった分性能が落ちているのではと思うのは当然です。では私も実際に使用してその仕様をしっかりと見ていきますので、参考にしてくださいね。まず私がいつも使っている最上位モデルのエリートと比べてみます。目につくのは十字ボタンがないこと、そして左下のダイヤルボタンもなく、サイドのボタンもないですね。一番使っているのが十字ボタンだったので、これがないことで使い勝手は落ちるかなとまず思いました。普通に考えるとまあそうなんですが、ツアーボックスの最大のメリットとしてはボタンの組み合わせの自由度が半端ないというところです。くどくどと解説するのは後回しにして、もう結論から先に言うと問題なく使えます。エリートよりもライトは値段がかなり安く、そして問題なく使える。なんだそうか、わかりました。じゃあ買います。と思ったら動画はここまでで大丈夫です。いやいや、ミニマルさん、もうちょっとちゃんと情報が欲しいです。これだけじゃ判断つかないよ。という人はあと少しだけお付き合いください。ツアーボックスライトは手のひらにすっぽりと収まる大きさ。エリートよりほんの少しだけ小さいです。そして、ボタンの形状がすべて違うので目視しなくても操作できます。ただ単に四角いキーが並んでいるだけの片手デバイスよりも格段に目当てのキーを押しやすいというメリットがありますね。そしてぐるぐる回転できるボタンが2つあるので、キャンバスの回転やブラシの大小の変更など親和性の高い操作を割り当てて直感的に使用することができます。私は動画編集にも使っているので、編集のタイムラインの操作はホイールボタンがとても相性が良いです。 USB で簡単接続、ちなみにエリートと違い Bluetooth 無線接続はできないようです。こちらがボタンの割り当てやカスタマイズができるツアーボックスコンソール。使用するときは必ず最新バージョンをダウンロードして使いましょう。不具合が起きるときは大抵古いバージョンを使っているときです。コンソールにはプリセットで Photoshop や Clip Studio など主要なものがすでにセットされていますので、ここから自分でカスタマイズをしていきます。それぞれのプログラムと連携させると、Photoshop ではこのセット、Adobe Premiere Pro ではこのセットという風に、プログラムを切り替えると自動的にボタン設定を変えてくれます。また、ライトから使う人にはわからないことですが、今回のコンソールの最新アップデートで大幅に使い勝手が向上しました。それがこちら。右側の薄いグレーに囲まれた部分を見てください。ボタンガイドとして割り当ててあるものが全て表示することができるようになっています。これ最高です。私はずっとツアーボックスを使ってきたんですが、今回ボタンガイドが初めて登場したんですよ。十字キーのガイドはあったんですが、すべてのボタンの組み合わせが表示されるようになりました。ショートカットキーって絶対に一度じゃ覚えられないじゃないですか。このボタン何だったっけ？この組み合わせは何だったっけ？わからないから何度もコンソールの画面を行ったり来たりして。私だけですか？でもこれで安心です。一目瞭然ってまさにこのこと。自分で設定したにもかかわらず使ってなかったショートカットもこれからは使うことができます。このガイド好きな位置に置けますし、
今は全部のボタンを表示してますが、どのボタンを表示するかも選べたり、文字の大きさを変えたり、枠の広さ、そして不透明度なども自由に設定することができます。とにかく組み合わせが膨大なツアーボックスなので、このガイド機能は神、物覚えの悪い私でも最大限に性能を引き出すことができます。ライトから使用するユーザーも片手デバイス初めての人もガイド機能はとても役に立つと思いますよ。超便利です。私のボタン設定はこんな感じ。ノブをくるくる回して画面の拡大縮小が使いやすい。スクロールでブラシの大きさを直感的に変えます。他、よく使うブラシ、消しゴム、スペースキー、左右反転表示など、ホイールボタンは回転だけでなく押し込むこともできるので、私はブラシの大小に使っているスクロールボタンを押し込むことで描画色と透明色を切り替えて消しゴム代わりに使うことが多いです。また画面の拡大縮小のノブを押し込むことで全体表示にリセットするなど関連付けて使っています。さて、ツアーボックスの最大のメリット、組み合わせの解説ですが、コンソールにこのようにボタンの組み合わせがいくつかあるので、まずここから設定していきます。私は先ほど言ったようにノブの回転でキャンバスの拡大縮小をしているので、それに関連付けてトールボタンを押しながらノブを回すことで今度はキャンバスが回転するように設定しました。こんな感じです。他の組み合わせは特に不自由していないので空いています。ショートボタンにやり直しを設定しているので、この組み合わせは暴発しないように使っていないということもあります。薄く表示されているボタンはコンソールがエリートもライトも共通なので、ライトだと使用できないボタンです。他のボタンもダブルタップや組み合わせもあるので、ここまででかなりの数を設定できることがわかりますね。デフォルトで十分な組み合わせ数があることがわかってもらえたと思いますが、さらに自由度が発揮されるのがカスタム組み合わせです。私はこのようにすでに3つ組み合わせを作成していますので、例として参考にしてください。トールプラスノブでキャンバス回転を設定していましたので、それに関連付けてトールプラスノブ押しで回転をリセットできるようにしています。また選択範囲ツールもよく使うので、 C1、C2 同時押しに設定。選択範囲ツールのショートカットは M キーにしていますが、これはクリップスタジオペイントのショートカットキー設定で、他の選択範囲ツールにも同じ M キーを割り当てています。 C1 を押しながら C2 を何度も押していく動作で、他の選択範囲ツールに順番に切り替わるという動作がこれで可能です。同じように色塗りの際によく使う色混ぜツールも、トールプラススクロール押しに設定して、よく使う色混ぜ各種と歪みツールが順番に切り替わるようにしています。これはクリスタティップスでもありますので、初心者の人は覚えておくといいと思います。では分かりやすくカスタム組み合わせを今やってみますね。コンソールの組み合わせを作成をクリックして、実際にツアーボックスの組み合わせたいボタンを押すと設定を保存できます。空欄をクリックすると設定画面が出ますので、ショートカットキーを入力するか一覧から選ぶかをします。マウス挙動のショートカットはここから選びます。ではよく使うグラデマップ作成を入れてみます。はい、これで新たな組み合わせとしてグラデマップを呼び出せるようになりました。いかがでしょうか。ボタンのカスタムが多いので問題なく使えると最初に言った意味がこれで分かってもらえたと思います。実際の作業で一番多く使うのはブラシ、消しゴム、キャンバスの拡大縮小、回転、やり直しあたりだと思いますので、それらをカバーした上でさらに次によく使えそうなものを組み合わせボタンで設定していく、そのように使えば必要十分以上に使えますよね。さらにです、ボタンにツアーメニューという項目を設定すると、呼び出し型のメニューを画面に表示させることが可能です。私はツアーボタンにそのツアーメニューを設定し、このようによく使う機能をいくつか登録しています。色調補正などはいつもよく使用するので重宝しています。マクロを登録することもできますので、一連の動作を呼び出すこともできます。クリッピングレイヤー新規作成は、1、新規ラスターレイヤーを作成、2、下のレイヤーにクリッピングという2動作をマクロに登録したものをツアーメニューに登録しています。ここで設定したマクロはもちろん他のボタンや組み合わせに登録することもできます。一連のよく使う動作がある人はかなり効率的に作業ができますね。ツアーボックスライト、コスパが良く機能面でもおすすめ。片手デバイスを持っていない人にとっては魔法のように効率化が期待できる最高のデバイスだと言っていいと思います。
ボタンが少なく見えますが、ここまでで解説した通り全く問題なく使えます。気になった人はぜひ概要欄からチェックしてくださいね。そしてもちろん上位モデルのエリートはこれ以上におすすめです。組み合わせボタンは一手遅れるのは否めないので、ボタンが多いエリートはダイレクトにショートカットを使えるキーが増えるということです。高くても最高に良いものを使いたいんだという人はエリートを、いやいや高すぎると手が出ないよ、でもツアーボックス試したいんだよなという人は機能は十分なライトを買いましょう。皆さんの選択はどちらでしょうか。今回の動画は以上です。この動画が役に立ちましたらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。